三協の章は、松本清張の長編推理小説。主婦の友に連載され、1965年8月に、公文社から刊行された。連載時のタイトルは、氷の十日。これまで複数回テレビドラマ化されている。浅川雅子は、阿蘇から、矢バケをめぐる九州旅行の途中、霧の山中で、観光庁に勤める堀沢秀夫とその友人の吉木に、 出会う。マサコはやがて、堀沢と結婚するが、新婚生活に充実を感じられない。堀沢の冷たさ、エリート意識に違和感を覚える日々が続く。不安な出来事も続き、搾搾とした気持ちに包まれるマサコだったが、結婚生活は不意に終焉を迎える。堀沢とマサコの妹、麗子が、失踪、二人の遺体が、 宮城県の桜並温泉付近で発見された、上司業を報じるマスコミ。二人の不倫関係を信じられない政子は、真実をつかもうと救命に乗り出す。ドラマタイトル、無表の影。1970年12月4日から1970年12月25日まで、フジテレビ系列の女の劇場枠にて、全4回の連続ドラマとして放映。 同じ松本清張による中央ルサの設定を加えたもの。1972年11月14日から1972年12月26日まで、日本テレビ系列の火曜日の女シリーズはにて、全7回の連続ドラマとして放映。松本清張の山会の章。1981年10月10日21時2分 -22、51。 テレビ朝日系列の土曜アイド劇場枠で放映。サブタイトル道の釘草真珠。視聴率は28.0%を記録し、松本清張原作テレビドラマ最高視聴率作品の一つとなっている。松本清張ドラマスペシャル三協のショー。2010年1月29日21時マイナス22、52、富士テレビ系列の 金曜プレステージ枠で放映。長野県を舞台に設定している。たこの記事は以下のカテゴリでも参照できます無表の影に関するカテゴリありがとうございます。